眼球運動っていうのは見ないといけないところに目を向けるという機能ですけども、これが、衝動性眼球運動とか、活動性眼球運動っていうのがあります。衝動性眼球運動っていうのは、素早くジャンプするような視線の移動で、活動性眼球運動っていうのは、ゆっくり、滑らかに目を動かすっていう眼球運動になります。この活動性眼球運動、衝動性眼球運動、もう少しちょっと理解していただくために、ビデオを見ていただきます。まず左の子供からビデオを動かしていきます。このミッキーマウスの人形を目で追いかけています。で、まあ、頭を動かさないようにっていうふうに指示はしていないんですけども、頭を動かないで目だけで追うことができるようになっています。まあ、一般的には、もう小学校2、3年生ぐらい過ぎると、まあ、このような目の動きができるようになってきます。で、まあ大きなズレもなく、スムーズに目が動いていたのがわかるかと思います。で、この右側ですね、同じ年齢の子供さんですけども、私がアメリカで、留学した時に担当してた子供さんのビデオですけども、眼球運動非常に弱い状態の子供さんですので、ビデオを見てください。一回ちょっと最初の方を流してみてもらいます。本当に一生懸命見ようとしてくれてるんですけども、なかなか見れない。一回止めますね。今簡単な質問をしてます。今大きいビーズ見てますか、小さいビーズ見てますかとか、何歳ですかとか、本当に簡単に当たり前のように答えられるような質問ですね。そんな難しくない質問をしてるんですけども、そういう質問をした、簡単な質問をしただけで目の動きが止まってしまうっていうところがこの子では観察できます。これは専門用語で自動化っていうふうに言いますけども、いかに目の動きが自動的に制御されているかっていうことを、まあ、こういう質問をしたりとか、まあ、簡単な課題をやってもらいながら目を動かすっていうことによって確認することができますので、まあ、引き続きこの検査者は質問をしながら目の動きチェックしてますので、皆さんも目の動き、もう一度確認してみてください。じゃあ動かしていきます。Follow the red bead. We won't question you at all. Let's just follow it, okay? Can you see it? What if I don't move it? Can you look right at it? Mm-hmm. I can make it double if you look. Yeah, look right at it. はい。まあ、こういう形で、なかなかもう、質問してない時ですら目はなかなか動かないんですけども、さらに質問に答えようとすると、余計目は止まってしまうっていうような状態で、非常に目の動きは、良くないし、さらに自動化は、できていないっていうようなところが確認できると思いますので、まあ、こういう状態を確認して、まあ、こういう、目の動きの弱さがあると、まあ、いろんなところの学習の問題が出てきますので、しっかりと見ていく必要があります。で、この視線を移動する眼球運動ですけども、まあ、一つやっぱりこの教科書を読んだりとか、いろんな紙の教材を見るときにも使っていますので、例えばこれ計算課題ですね。一番左側の紙の、ごめんなさい、横書きですね。で、ここに書き込む計算のパターンと、あと、これ100マス計算の形式です。100マスこれないですけども、これ縦と横をたどって、
対応するところに答えを書いていくっていう、まあ、こういうものもありますし、こういうのだとやっぱり眼球運動への負荷が高くなる、視覚的注意眼球運動への負荷が高くなるっていうことです。で、まあね、学年が上がってきて、もし高学年になったり中学生になったりすると、あの問題用紙と回答用紙が別々というようなものも出てきたりしますので、これになるとさらに問題を見て、回答欄を見て、問題を見て、回答欄を見てっていう視覚的注意と眼球運動への負荷がさらに高くなるっていうことがあります。次のビデオでこの横書きと100マス計算のところですね、この違いを見ていただきたいと思います。まず問題がない一般の子どもさんですが、ビデオを見ていただきますが、こういうふうにちょっと答えまでは細かく見れないかもしれないですけども、まあ、速度のところを見てください。速度を見ていただいたらこれぐらいの速度で回答できます。一般的な計算の速度だと思います。で、右側の100マス計算形式で、これ問題の数と問題は同じにしてあります。同じ計算の問題が入っていて、順番変えてあるだけですね。で、これ時間測ってみると全く同じでした。124秒、123秒でかかる時間、全部終わるまでにかかる時間は同じでした。一般的な子供さんだと大体こうなります。横書きでも100マス計算でも同じぐらいなんですけども、これは私が担当してた、低出生体重児ですね。未熟児で生まれた子供さんなんですけども、ちょっと左側の、左手に今麻痺があるんですけど、まあ右手は問題なく動くんですけども、視覚認知も非常に弱い子供さんで、なかなかうまく空間を把握することができない、目を動かすことができないっていう特徴がありました。この子供さんの横書きと100マス計算形式の計算の速度を見てみてください。ちょっと画質が悪いので答えまで見えないかもしれないですけど、答えは全部正解してます、この子供さん。速度の方を注目してみてください。はい。じゃあ次、右側行きます。計算はできますので、計算が遅いわけではありません。縦と横をうまくたどれなくて、なかなか計算が進まないっていうことでした。まあこれも、あまりに申し訳ないので途中で、中止にここまででいいよっていうふうにしたんですけども、最終的にかかった時間ですね、79秒と、この100マス計算の方は、途中でやめてますので、概算すると約320秒かかるという結果になってました。こういう視覚認知が弱かったり、眼球運動、視覚的注意の弱さから眼球運動の弱さがあるようなタイプの子供さんでは、こういうプリントとか、学習の形式によって大きくパフォーマンスが変わってくるっていうことがありますので、そこをしっかりと気をつけてあげる必要があるかと思います。一般的には同じようなパフォーマンスができるはずの課題であっても、で、ある形式の方が、学習面では何らかのメリットがあるかもしれません。多少メリットがあるのかもしれないですけども、こういうふうにすごくパフォーマンスが違って、ハンディが大きくなるような場合もありますので、この合理的配慮の考え方で、この、
計算の学習をするためには、この100マス計算の方式であっても、この横書きの計算でもあっても、まあ、どちらでも計算の学習はできるはずですし、この縦と横をたどるっていう、この目の動き、視覚的注意の働きが、この学習の本質ではないはずなので、まあ、こういうケースでは、合理的配慮の考え方のもとで、やりやすい方式で学習を進められるようにしてあげるっていうことが大事かなと思います。